こんにちは、マーチ電機です。今回ですが、オール電化をお使いの方が電力会社を乗り換える際に注意してほしいことがありますので、乗り換えの注意事項をお話ししていきます。で、今回の動画の内容になります。これだけね、電気代の方が高くなると、電力会社乗り換えたりして電気代を安くしたいなって考える方が多いかと思うんですけど、電力会社乗り換えの際、特にオール電化の方は注意するべき点が3つありますので、この注意事項の方を分かりやすく解説していきます。で、その後にですね、もしまだやってないのであれば、ぜひともね、やってほしい節電方法が3つありますので、こちらの方も合わせて紹介していきます。オール電化をお使いの方でね、電力会社乗り換えようかなっていろいろ調べておられる方も多くおられるかと思うんですけど、そういった方はまずこの注意事項を把握した上で乗り換えの選択肢っていうのをしていただければと思います。ではですね、解説の方に移っていきます。はい、ではですね、オール電化の方が電力会社を乗り換える際の注意事項を3つ紹介していきます。で、まず1つ目が、料金プランを見て安くなるかの判断が難しいということと、2つ目が、一度抜けると二度と戻れないプランが多い。で、最後3つ目が、この動画撮ってるのが2023年の2月25日なんですけど、2月25日現在で情報がまだ出揃ってないっていうことですね。この3つになります。最後はね、現状での話なんで、正確に言うと2つの注意事項になるんですけど、この3つをね、分かりやすく解説していきます。で、まず1つ目の安くなるかの判断が難しいということなんですけど、オール電化は単純にプランを比較しても安くなるかどうかが分からないんですよ。どういうことかというと、オール電化のプランって時間帯によって料金が異なるんですよね。東北電力を例にすると、ナイト10っていうプランは8時から22時、22時から翌日の8時で料金の方がこんな感じで変わります。で、もう一つナイト8っていうプランもあって、でこっちは7時から23時、23時から翌7時で料金の方が変わります。プランだけ見ても時間帯で料金が異なりますし、プラン同士を比較しても料金が異なる時間帯が違うので、単純に見ただけじゃね、こう安いか安くないかの判断って絶対できないんですよね。で、それに加えて、皆さん生活スタイルが違いますので、どの時間帯に電気使ってるかっていうのが人それぞれ違うんですよ。ですので、人によってね、最適解っていうのが変わってくる感じになります。なのでネットとか調べてると、ここに乗り換えてもらったらプランがね、こんな感じで安いので、オール電化の方料金安くなりますよとかね、そういったこと書いてあったりすると思うんですけど、それだけ見てもね、安くなるかどうかっていうのは判断できない感じ感じになりますので、お、安くなるんや、じゃあ乗り換えようって乗り換えないようには注意してください。時間ごとのね、電気使用量っていうのをしっかり把握しないと、正確に比較するっていうのはね、厳しい感じになります。じゃあどうやったら各時間ごとの使用量を把握できるかというと、これはね、お使いの電力会社のホームページを見てもらえば確認することが可能です。前回の動画でもこの話触れてまして、機器を取り付けないと時間ごとの電気の使用量を把握するのは難しいっていう風に言ってたんですけど、これすいません、ちょっと間違いでして、コメント欄でね、ご指摘いただいたんですけど、電力メーターがスマートメーターに変われば、各電力会社のホームページで時間ごとの使用量っていうのを把握することが可能です。僕もね、使ってる電力会社のホームページに行って使用量の方ね、確認できるかどうか見てみたんですけど、こんな感じで1時間ごとの電気の使用量っていうのを確認することが可能でした。ですので、各時間ごとの電気使用量っていうのはお使いの電力会社のホームページで確認することが可能です。で、各時間の電気の使用量が確認できたら、どこを見ていけばいいかというと、まずどの時間帯から電気を使い出してるのかということと、1日のどの時間帯で一番多く電気を使ってるのか、で、あと平日と休日で使用量の差は大きくあるのかどうかですね。この3つはまず確認してほしいかなと思います。これは一例なんですけど、例えば朝の8時までに料理で電気を多く使うって
ていう方は東北電力で言うとナイト8を使うよりナイト10を使う方が深夜時間帯が含まれる感じになりますのでお得になるんですよね。でもう一つ例を出すと、平日は全然家にいないけど土日はめっちゃ電気使うよっていう方ですね。こういった方は休日に料金が安くなるプランがおすすめです。東北電力で言うとナイト&ホリデーっていうプランがあるんですけど、こういうプランに乗り換えると電気代をね安くすることが可能です。こういう風に、使用量を見て、自分がねどの時間帯で多く電気を使ってるかっていうのを把握して、それに合ったプランを選ばないとオール電化っていうのは電気代が安くなりませんので、プランだけを比較しても安くなるかどうか判断が難しいっていうのはこういうことが理由になります。ですのでオール電化の方が電力会社を乗り換えられる際はプランだけ見て安易に乗り換えるんじゃなく、ご自身の使用量をしっかり把握した上で自分に合ったプランを選んで乗り換えるようにしてください。で、中にはねまだスマートメーターに変わってなくて時間ごとの使用量が把握できないっていう方もおられると思うんですけど、そういった方は無理に乗り換えするのではなく、今はね節電に努めるのが僕としてはおすすめです。一応2023年度末でスマートメーターに変わるっていう風に方針がありますので、あと1年ちょっとですかね、スマートメーターに変わって時間ごとの使用量が把握できるようになると思いますので、それからね乗り換えを考えていく方がいいかと思います。では続いて二つ目ですが、一度抜けると二度と戻れないプランが多いっていうことなんですけど、オール電化向けのプランはすでにね新規受付を停止しているプランが結構こうあります。で、昔のプランの方が何かとね安かったりしますので、そういうプランを一度抜けてしまうと仮に戻りたくても二度とね戻ることができません。で、よくあるのが、乗り換えようと思って、安いって言われたプランに乗り換えたら、実はそこめちゃくちゃ高いプランやって戻ろうにも前のプランには戻れへんし、他のプランも以前よりかは高くなるプランしかないとかいうパターンですね。こういったパターンが一番最悪で、もう何のためにね乗り換えてんのかわからなくなりますから、すでにね新規受付停止しているプランを使われている場合は特に乗り換えの判断っていうのは慎重に行うようにしてください。で、最後3つ目が2月25日現在では情報が出揃ってないっていうことなんですけど、これは主に新電力に言えることなんですけど、ようやく託送料金の値上げを料金に反映していきますって発表してる新電力が増えてきてるような状態です。で、この後4月6月と大手電力会社の値上げが控えてますので、このタイミングで新電力が値上げするのか、それとも現状維持なのかっていうところですね。現状維持なんだったら新電力使う方が絶対安くなるし、もし大手並みに値上げしてくるんであれば、そのままね大手電力会社使う感じで僕はいいんじゃないかなと思うんですよ。この判断がね今できないような状態ですので、情報が出揃うまでは今のプランを使って節電に努めるっていうのが僕としてはおすすめかなと思います。仮に今乗り換えてもね、もし値上がるようやったら何のために乗り換えたんか意味わからんくなりますし、さっきも言ったように一度抜けるとね元に戻れないプランっていうのも多いですから、情報が出揃うまではまだステイでいいんじゃないかなと思います。で、乗り換えの際の注意事項はこの3つになりますので、電気代高いし電力会社乗り換えてみようかなって思われてる方はこの注意事項をしっかり把握した上で乗り換えするようにしてください。では続いてですね、まだやってなければぜひともやってほしい節電方法を3つ紹介していきます。で、それがですね、まず白熱電球は今すぐ LED にということと、2つ目がテレビのつけっぱなしをやめる。で、最後が夜間時間に回せるものは回す。この3つですね。で、これらをね順番に解説していきます。で、まず白熱電球は今すぐ LED にってことなんですけど、最近ね家建てた方なんかは白熱電球使ってるってことまずないんですけど、ちょっと古い家とかは白熱電球がね今でも残ってたりします。で、よくあるのが洗面所、お風呂、あとトイレ、それと玄関からリビングまでの廊下とかですね、こういったところ白熱電球使ってる可能性っていうのはありますので、今一度ね確認の方をしていただければと思います。で、ちなみにですね、白熱電球とLED でどれくらい電気代に差が出るかっていうのも計算しております。で、 60W の電球で 1kWh 40円で計算したところ、1時間使った場合白熱電球で 2.4 円で、蛍光灯タイプで 0.48 円で、 LED で 0.32 円になります。で、これを1日8時間、30日使った場合白熱電球で576円で、蛍光灯で 115.2 円で、 LED で 76.8 円になります。で、これ1
1ヶ月で1個あたり500円近くね差が出てることになりますので、もし2個3個とね白熱電球使ってたらかなりね電気代に差が出てきます。白熱電球使うのってマジでもったいないんで、もし使ってるわっていう方はね、今すぐにでも LED に交換するようにしてください。で、 LED の電球は100均でも売ってます。で、 Amazon とかね楽天市場なんかの EC サイトでももちろん買えますので、どこかで買ってきて交換するようにしてください。で、もう一つね見落としがちな点があって、リビングでおしゃれなシーリングライト使われてる方ですね。で、こういうおしゃれなやつって先にエジソンランプっていうこういった中身が見えてる電球使ってることが多いんですよ。で、これも LED と白熱電球タイプがあって、また LED のタイプ1個1000円近くして結構高いんですよね。だから値段を抑えるために白熱電球を使ってる方がちらほらいるんじゃないかなと思ってまして、これも同じように電気代差がありますので、もしねエジソンランプ使われてて白熱電球の方を使ってるわって方おられたら LED のタイプにね変えるようにしてください。で、1ヶ月あったらね本体代分ぐらいは電気代で取り返せると思うんで、もしね白熱電球使ってるって方は交換されることをおすすめします。で、続いて2つ目なんですけど、テレビのつけっぱなしをやめようっていうことです。で、 BGM 代わりにねテレビをずっとつけてるっていう方が結構おられるかと思うんですけど、テレビってね実は結構電気代食います。特に有機 EL のテレビと、あと少し前に流行ったプラズマテレビですね。この2つ消費電力めっちゃ高いんで、もしねこれでつけっぱなししてる方おられたら今すぐにでもやめた方がいいです。で、どれくらいね電気代かかるかっていうのも今回も出しております。で、55型のテレビを1時間使用した場合 1kWh40円で計算すると 4K の有機 EL のテレビで13円で、 4K の液晶テレビで5円で、プラズマテレビだと18円かかります。で、これを1日8時間30日使用した場合、有機 EL で3120円、液晶テレビで1200円、プラズマテレビで4320円になります。割とね大きい金額かと思いますし、で、もしテレビのサイズが大きい場合はもちろんね消費電力もっと上がります。 4K の有機 EL で例えると55型では 347W なんですけど、77型になると 680W、約倍近くになりますので、金額の方もね今表示してんのをだいたい倍になるって思ってもらったらいいかと思います。ですので BGM が代わりにねテレビ使ってるって方は、スマホで YouTube とか音楽流すようにすれば、それだけでもね節約につながりますので、とりあえず一日中テレビはつけっぱなしにしてますって方は、今すぐにでもねやめることをおすすめします。で、最後、夜間時間に回せるものは回すっていうことなんですけど、オール電化向けのプランって夜間時間が料金安いんですよね。なので昼間に使ってるもので夜間時間でも使えるよっていうものはどんどんね夜間時間に回してあげると節約することが可能です。で、特に回しやすいなと思うのが食洗機ですね。で、食洗機ってタイマー設定することもできるかと思いますので、タイマー設定で夜間時間になってから回るようにするだけでも結構ね節約できたりします。で、うちの食洗機が 750W の消費電力やったんですけど、これでねちょっと料金の方出してみました。で、今回東北電力のナイト10というプランを使って計算の方してみたんですけど、もしこれを昼間に1時間回した場合37円ね電気代の方がかかります。で、これを夜間時間に持っていくと22円で済むんですよね。で、食洗機ってご飯後に回すのが基本かと思いますし、夜間時間に回しやすいものって晩ご飯やと思うんですよね。で、晩ご飯の後の1回を昼間に回した場合と夜間に回した場合で金額を出したところ、昼間が1111円、で、夜間の方が673円になりましたので、この差額の方が438円になります。なのでタイマー設定して夜間時間に回すだけで約ね400円ぐらい節約することが可能になります。やってるよっていう方もね多いかと思うんですけど、もしねまだやってない方は労力もねほぼかからずできると思いますので、ぜひね試していただければと思います。夜間時間をねうまく活用することで節約も可能かと思いますので、今までそんなん意識してへんかったっていう方はこの機会にねぜひ試していただければと思います。はい、というわけでですね、今回はオール電化の方が電力会社乗り換える際の注意点と、
まだやってなければぜひともやってほしい節電方法を3つ紹介いたしました。でオール電化はプランだけ見ても乗り換えたら安くなるっていう判断ができませんので、必ずね使用量を把握して自分に合ってるプランなのかっていうのを確認するようにしてください。新規受付をね停止してるプランが多いので、安易に乗り換えたら二度と戻ってこれなくなりますので、乗り換えはね慎重に行うようにしてください。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで以上になります。今後もね、電気の情報を発信していきますので、この動画が参考になったよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。